ヤガチャガチャンネルは。はい、というわけでテープチェンジ5でございますね。さあ、どこから探索するのが正解なのかなんですよ、問題は。このゲームってあれじゃないですか、結局のところなんて言うんです、行ってダメだったらそっちじゃねえよ理論じゃないですか。困ったちゃんですよね。もちろん、マジか。でもあそこだったら回収できるから果敢に攻めていいんじゃね。あいつ張ったおすべねえ。よし、というわけで一回こうして、復活してるよね。そうだよね。人間性を抽出して落としていいように。何、この頭をかぶると髪の毛伸びるの。あー違う、そういう兜か。はめるとき怖え。間違えたら突き刺すぜ。さあ、というわけでまずはパターンを見るのが大事。これはこうじゃん、だから別にどうでもいいよね。うん、雑魚かよみたいな感じの。ただ距離が縮めば縮むだけリスクは上がるよね。さあ、よいしょ、はい、どう出てくる。はいはい、ああ振り返しある。はい、危ねえ、よいしょ。あ、やべ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 、2発で致死量。あ、バスト早ない？こいつ今ちゃうやろ、強すぎるだろ。人間性の回収あるから無論行くけど、無論行くけど、でもなんか諦めるのはちょっと早えな。回収もあるし、回収自体はさして難しくねえんだよ、どうでもいいというか。ああもう一発来る、そうなります。はい、で一回とりあえず、はい、とりあえず回収しておきたいですね。何クワガタ、おい来いクワガタ野郎ノーラン。はい、段差か。そのパターンにはめて、おいーやっと、いやその3発目だな。パリーならいけたりする。パリーでカチコーンっていけたらワンチャンいけたりするか。うおー、待って、回収してから回収してから。あー危ない、しっぽ、待って、どこがパリーのタイミングだよ。一回とりあえずビーって打ってこいよ。よいしょ、で、はい、まあそこはありがたくたたってなくね。いやー威力高っ。一回 B 打ってきてもろて、はい、よいしょ、んで、はい、パリーとか言ってる場合じゃねえんだよな。あーでもあいつバカか、変な距離だと引くぞ。だからその B を打つ、やべ、距離キープできれば、でブオンの返しで B、 はい、 B で、あー2発目エストビン飲む本数がえぐいな。よいしょ、
てってけてーと。あー、エスト瓶の消費量が合わねー。で、やっぱりあいつの間合いのコントロールをしてあげないといけないね。 B、 そう B で待って、はい、とりあえずエストビン一本飲むか。はい、でもエストビンの消費量に相手のダメージ量が相まってねえんだよな、相まってねえんだよな。はい、おー、なるほど、そういう感じですか。はい、うん、もう一二タッチ入れられると均衡が、いいよいいよいいよ、やべえ、倒せない敵ではねえぞ。シールドの性能がどれだけ発揮でき、あっと危ないで、あ、振り返しはないで、ビーよいしょ、あ、待って、返返し、危ねえ、待って、今上突きで死ぬ、やばい、はいはい、でとりあえずエストビン飲んで、もうちょっとパターンの攻略ができれば、はい、で相手も人たちだからそれはざまみろ。食らっちゃいけないモーションに限りがあるから、あーっと詰まってるよ、食らっちゃいけないモーションだけ把握してそれさえ当たらないようにしていけば、はい、会社あるね、危ない、縦突きよいしょで、はい、どうする、 B しろよ、 B、 おっと、そこは一突き、もう一丁、あれ当たってないっすね。で、あ、それ入る、スタミナ管理の問題だ、だリソース管理さえしっかりしてればいけんだよ、危ねえ、耐久度ゲーなのは分かってきた、はいはいはい、おっとダメー、おーっと危ねえ、はい、あ、 B、 危ねえ、もう一丁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 打てよ、それ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 で、スタミナ回復しとかないと横振り2発が対応できないから、はい、え、それそれ、はい、で返しがまずい、そうなのよね、一発撃って往復のランダが来ると確定ダメになるのよね、それは避けたいよな、それは避けたいよな。さあ、エストビンがないのでここからはもう正直消耗戦というか、ただあっちもあっちなんだよね、縦突き往復、はい、で、はい、横払いの往復、はい、あー、3発目で、3発目の叩きつけ怖えな、ちょっと下がっとくか、ただこれ下がりすぎると死んだ時の回復というか死んだ時が超めんどくせえんだよね、なのでちょっと一回帰っといて、
B を誘発させたいよね。あれ、あった、そこ変なとこに乗ってるなよ。やっぱね、 B が狙い目なんすよね。それも狙い目、はい。あーっと、おラッキー。正直本当はダメージ確定みたいなラインだったけど、たまたま相手が剣外してくれたおかげで、できればそれ切り込み行きたいっす。 OK で、一発飛び、バカ、よっしゃー、デーモンのくさび、よっしゃー、デーモンのくさび。お、どこ、装備品、そんなわけないわな。あれはどこに入った、何ですか、キーアイテムにもない。 あったあった、特別なソウルが生まれた武器をプラス5まで強化する、強化アイテムか。ただのこれはあれかな、一回帰って焚き火しなさいってことかな。帰りまーす。さあ外だね。花？ああ、この花が輝く場所があるから迎えるのか。はあ、まあ行ってみるか。花があって。なに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 、気持ち悪い、なんだあれ。ハイパーキモい。なにそれ。バーカ。おい。よいしょ。うん、よいしょ。ん、血やかの乗り玉、出血の蓄積を減らす。ああ、それはでかい。んで、こっちから向かう先が何なのかよね。黒い森の庭、こっちにも道がある。どこだ、ああ、はい、昼目、うい、こいつやたらめったらこれ落とすじゃん。崖際ってことはあれじゃない、なんか誰かしらのソウルが落ちてる的な、何回か見た感じのポジションじゃないと思うんだけど。ほう、怖いところ歩かされるなあ。でも意外とまっすぐ、狭間の森、マップ違うんだ、マップちげえのか。何あれ、あああれか、あのなんだっけ、境界点落とすやつか。スキップの時間中にね、あいつ倒したんだよね。走るに走れねえな、走れねえな、怖くて。でもこれめっちゃなんかさせられてるな。そこまで行ったら戻れなくなるパティンか。行ってみっか。レザーマ、レザーグローブ、レザーブーツ。ロングボウ、ロングボウだ。あれ、あれ、今装備してるやつの方が全部強え、バカ。このでこれをロングボウに切り替えて、
すると、え、これこんな感じ。弓矢は刺したら拾えねえんだ。ん？あー、もうそういうことか。え？こっちでいいんだよね、多分ね。あー、ちょっと食らったけど、まあまあ。あ、なんか道つながってた？でもこれで遠距離の敵に対しても対抗できるようになったから、防具はゴミだったけどきっと意味はあったんだろう。どっちが正解とか全然わかんない。うわー、怖え。やめろよ、武器強そうだな。うん、なるほど。はい、待て、やばい、その距離。ああ、はい、ああ、全然。よいしょ。ああ、マジかよ、パニしたつもりだったのに。ああ、そこで死ぬのめんどくせえ、取りに行くのがめんどくせえわ。なんてことしてくれたんだ。帰ってきたぞい。反対側行ってみよっかな。で、無茶しないで骨で戻る。うん、あのレベルアップもできるぐらい、あのなんだっけ、あ、なんたらかんたらのソウルみたいなのも結構あるから、なんか無理に戦闘せずともなんとかなるし。何あれ、何あれ、やばいやつおる。いっぱいいる。やあね、あれ無理くり回収してから戻るっていうのを考えてたんだけど、気づいてる感じだな。無理だ、じゃあな。よいしょ。さあ、というわけで、とりあえず一回こうして、で、あれですな、とりあえずここら辺にね、使用する8個おー、で、さらに使用する5個、おー、で、最後使用する1個で、なんだかんだで7000まで来たので、持久力、持久力かな。ちょっとなんか持久力すっごい大事な気がしてるんですよね。だって記憶力ってなんだっけ。あー、魔法スロットか。あー、そうね、持久力と体力かな。うん、で、改めてだけど上のルートっていうのがあるんだよね。上っていうかそこだっけ。あ、ここから来てるから、あれ上だっけ、違う、あそこから来たんじゃねえよな。だってもっとカンカン聞こえんなって下がってきてるから、あそこはまだ行ってないはずなんだよね。なので、砦だね、砦だね、砦だよ。なんか門番みたいのいるぞ、おい。あ、話しかけられるのか。どうした。すまんね、考えふたっていた。私はカタリナのジークマイヤー。
実は少し難儀してるのだ。そこの門がどうしても開かなくてな。もうずっと待っているのだが、どうにもならん。だからここへ座って思案している。悩んでるんだよ。ほう、あ、開かぬ、開かぬな、うん。もうこれはこれだけか。で、どう見ても内ドアだろう。外からじゃねえだろう。ってことは、外側と内側をつなげる必要があるって考えるべきなので、やっぱりあの砦の正面突破ちゃんとしろよっていう話かな。あー、その空気が濃厚な気がするな。とはいえな、どうしようかな。ちょっとこの後の方針だけ、考えます。なるほど。なんか、なんでしょう、あんまりネタバレは見ないように。もともと俺がこのゲームやめた理由っていうのの一個に、迷子になりすぎたがあったので、迷子になりすぎるのは避けたいと思ってるんですよね。なんか気持ちが続かなくなっちゃうんで。なので軽めに攻略サイトみたいなの見てるんですけど、なんだっけ、途中のなんか不死街だっけ、あそこに商人いたらしいね。ちょっと来てほしいんだけど。そう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 、いて。そういう感じで始めていかないときついよ。だから一回後ろにいるやつ無視して、うん、倒して、でお前だな。はい。でおアイテム、ロングソード。なんかいらない武器ってなんかできねえのかな。だから一回遠いけど市街まで戻りますか。市街まで戻って、やべ、あ、当たってたわ。市街まで戻って、ちょっとなんでしょう、いろいろと探索できるものを広げた方がいい気がするので。ん？えい。あ、嘘、落ちてねえの。オッケー。なのでちょっと一回伏街まで戻りましょうかね。よいしょ。で、後ろにね、大丈夫か。じゃあまあまあ伏街まで戻って、その商人を探して何が買えるかを見るっていうのを、とりあえずちょっと一回マストタスクにしたいなと思ってるんですけど、私来てるここどこ。あー、ここに来た時のあのルートか。だからほんと言うと、よいしょ、こうして、こうして、でこうして、あー、オッケーオッケー、ルートが分かりましたので伏街まで戻れるように頑張ります。